っこいいものとしてずっとそばにあったんですよね。でそのかっこいいの形っていうのが何でしょう、その自分らしくいながら誰かのことも思いやれるみたいな、そのこう気ままなんだけど、はい、自己紹介させていただきます。ソニックトゥーンにてスティックス、そしてねソニックフォースにてアバターの声を担当させていただいております、声優の結城葵です。よろしくお願いします。両親ともゲームが好きなので結構子供の頃から、ほんとちっちゃい頃から遊んでたんですけど、それで言うとですね、私生まれた時にソニックのすごい大きいぬいぐるみと並べて写真撮られてたんですね。その3700グラムみたいな時にソニックは私にとって、そうですね、なんかずっと憧れのお兄ちゃんなんですけど、もうあいいなかっこいいな、でも追いつけた試しは一度もないですし、徒競走とかめちゃ遅いですし、なんかこう心的な意味でも体的な意味も絶対に追いつけない、でもいつの間にか年だけは追い越してしまったと思ったら、30周年で、そして私もね、来年の3月にその30を迎えるんですけれども、なんと周年一緒だったわと思ってですね、こう一緒に年を重ねる存在なんだなと、もうもう一生をしていく存在なんでしょうね。お気に入りのシリーズといったらソニックアドベンチャー2ですね。未だに遊びますし、本当にこんなこう世の中になる前はですね、友達たちを集めてソニアド2を一緒にこう夜通しやる会というのをやってみたりとかしていて、布教活動をしてみたりとかしててですね、でやっぱ一度ゲームをねこう遊んだお友達たちはみんな、いやソニックすごいねと言ってくれたりするんですよね。特にやっぱアド2はストーリーのも好きだし、ちょっとね絵も可愛いんだけど若干重厚な感じもあったりとか、あと人間とソニックたちのこの描かれ方のこうなんていうんですかね、こう違いとかも含めてめちゃくちゃ好きなキャラクターは、まあ、やっぱりシャドウかなと思いますね。なんかね、私のこうその後のこうどんなキャラクターを好きになるかとかのなんかこう思考を決められちゃったキャラというか、ソニックの思い出いっぱいありますけど、やっぱりトゥーンのシリーズを収録させていただいてた時って憧れの本当に私が子どもの頃からやってきたゲームの声の人たちっていうことにすごい感動してですね、一緒に撮れてて、もうそこにすごいもう心が躍りましたし、毎回その何でしょう、一応こうサンプルをチェックしてから行くんですけれども、そのサンプルチェックの時もあーすごいソニックが動いてるっていうことにめちゃめちゃテンションを上げながら収録していましたね。なんか最後の方の話数というか、我々がその日本語の機会をさせていただいているタイミングの最終回近くになるんですかね、あれに、あとシャドウも出てきたりもしてですね、本当に何でしょう、夢のような空間で一生忘れられないと思います。末永く末永く世界中の人に愛されているコンテンツですし、キャラクターですから、いろんなことにこれからもチャレンジしていってくれたらいいなと思います。とにかくソニックが末永く末永く楽しく世界中を駆け回ってくれたらいいなと思っています。ありがとうございました。